人との大きさ比較、メガロサウルスは、イグアノドンと並び、恐竜研究士の最初期に発見された、獣脚類で、メガロサウルス族の総称。体長7から10メートル。大きな竜を意味する。和名は、ブーチ竜。中世代ジュラキにヨーロッパ、北、アメリカ、アジアなど、広範囲に分布していた、肉食恐竜。二足歩行をしていた、手3本足4本の指と胸腰が特徴。 日本でも福岡県で断片的な化石が発見されている。今まで発見されたメガロサウルス化石の一部即席発見は最初期にもかかわらず現在も詳しい生態が不明のままである。メガロサウルスの化石の多くが断片的であること、恐竜の研究が未発達だった時代に肉食恐竜とおぼしき化石の多くを メガロサウルスとして分類してしまった結果、メガロサウルスという種が、本来ならば、全く別個であるはずの雑多な恐竜が含まれた、ゴミ箱のような状況になってしまったことなどが、主な理由である。長く、ケラトサウルスなどと同様にアロサウルス上化に分類されていたが、近年になって、その分類を改める動きがあり、それに合わせてメガロサウルスもメガロサウルス下に分類し直された。 メガロサウルスは、ピアトニツキーサウルスなどと近縁であり、同じく原始的なテタヌラ類であるスピノサウルス類に、比較的近い系統に属するとされる。ありがとうございます。